はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはブレイブリーデフォルト。スクエアエニックスが2012年10月11日に発売したタイトルで、定価は税抜き5800円。パッケージの表面を見ると、まあ、ちょっと特殊印刷なのかな、ちょっとなんかこう、なんだろう、なんかこう、光がね、こう、おやおやおやって見えてますね。まあ、口の悪い言い方するとなんか傷がついてるような感じにも見えなくもないんだけど、まあ、ついてて、ついてるじゃない、デザインされていて、まあ、妖精、ね、羽生えた妖精がこう左側に向かって飛んでるっていうところなんですけども、まあ、ロゴがね、タイトルロゴが、ブレイブリーデフォルトって、まあ、上にね、カタカナ表記でブレイブリーデフォルトってあって、英語表記でね、ブレイブリーデフォルトってあるんですけど、日本語化されてないところにね、フライングフェアリーってあるんで、まあ、フライングフェアリーが飛んでると。ただ、フェアリーっていうとなんかちょっと明るいイメージなんだけど、黒バックというところに、ね、こう、意味深な感じなのかなってとこですね。はい。で、左上にはスクエアエニックスのロゴがあり、左下には、セロシー15歳以上対象のアイコンがあります。で、パッケージの側面を見ると、アイコンがね、ブレイブリーデフォルトという文字のね、アイコンになっています。まあ、ここには、フライングフェアリーって書いてないですよね。うん、で、ロゴがね、ロゴじゃない、タイトルがブレイブリーデフォルト縦書きなんですけど、ここにもフライングフェアリーがないんで、フライングフェアリーってそんな重要じゃないのかな。はい。で、スクエアエニックスのね、社名のロゴがあって、で、セロシー15歳以上対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、RPG の新たなる系譜、光の戦士となって、遥かなるルクセンダルクの知恵ということで、まあ、4人のね、キャラクターが立っていた、この人たちが主人公なのかなっていうのがわかるところですね。で、右上から、バトル。ジョブとアビリティの組み合わせで戦略自由自在。新システムブレイブ&デフォルトでターンのコントロールはあなた次第。ついにターン制コマンドバトルも新時代というね。そうなのかって感じですね。結構、こう、ブレイブ、雑魚戦でもブレイブ連発しないとなんかちょっと戦いにくいのがめんどくさかった気がするけど、まあいいでしょう。はい。で、通信。バトルで友達のキャラを呼び出すフレンド召喚、友達のアビリティを借りられるアビリンク、そしてすれ違い通信で故郷の村を復興させよう。新体験、これはみんなで遊べる一人用 RPG だ。というか、すれ違い通信が結構村の発展にね、復興に重要なんだけど、今からだとちょっとすれ違い厳しそうですね。はい。で、左下、リードアーティスト、吉田明彦。シナリオ、5PB、林直隆。で、音楽、レボ。で、プロデューサー、浅野智也となっていますね。はい。で、ジャンルは RPG。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は1。3D 映像の表示はありとなっていて、通信関係は、ローカルプレイ対応、プロフィール交換2人。インターネット対応、プロフィール交換。すれ違い通信対応、プロフィール交換ということでね。全部プロフィール交換じゃんって感じです。はい。で、コードが CTRP-AFFJJPN と TSA-CTR-AFFJJPN の2つのコードがあります。で、パッケージを開けると、中には操作説明シート、ゲームカード、クラブニンテンドーのポイントカード、スクエアエニックスのポイントカードがあり、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートを見ると、まあ、タイトルもね、ブレイブリーデフォルトのロゴもあって、で、あと、本ソフトの説明書についてという電子マニュアルへの、ね、誘導があった上で、まあ、製品サービスに関するサポート情報はこちらという誘導があって、で、コードが MAACTRAFFJJPN となっています。で、これ開くとね、左側にはこう AR カードが、AR カードというか AR カードの印刷があります。で、さらに開くとね、
操作方法登場。白の文字はワールドマップや街などでの操作。木の文字は、メニュー画面などのでの操作です。ということでね、まあ一般的な操作が書かれています。はい。で、裏面を見ると、上半分が戦闘ということでね、戦闘の進め方。ワールドマップやダンジョンで敵に遭遇すると戦闘になります。戦闘は戦闘コマンドを選んで戦います。敵、味方、全員の行動が終わると次のターンに進み、すべての敵を倒すと勝利となります。まあ、割とこうベタなね、説明がありますね。で、ブレイブ&デフォルト。戦闘コマンドにはブレイブ、デフォルトという行動回数を増やすコマンドがあります。増やす？まあ。で、デフォルト。身を守りながら BP を貯めることができます。BP は最大3まで貯めることができます。で、ブレイブの方は、BP を消費して1ターンの行動回数を増やします。BP1 につき行動回数が1回増え、1ターンで最大4回の行動ができるようになります。ということでね。まあだから、昔じゃない、普通の戦闘だとほら、戦うはいいんだけど、防御するとかね、そういうやつを使うと、ただ防御するだけなんだけど、こう、見送るだけなんだけど、このデフォルトっていうのは、今回はとりあえず貯めとこうということで、違う時にこう、まあだから貯金して、まあ戻ってくるみたいな。でもこう貯金してもね、利息は増えないんですよ。で、逆にこう、先にね、借りる感じでブレイブ、ブレイブ、ブレイブってやっとくと、一発でこう、4回ぐらい攻撃締められるんだけど、それで倒してればね、まあ逃げ得って感じで。違うかな。まあいいや。はい。で、下半分が通信について。で、インターネット通信、すれ違い通信、ローカル通信とあるんですが、まあ基本的にね、全部、プロフィール交換ぐらいしかね、なかったんで、まあそんな感じですよ。で、本体の保護者による使用制限を設定すると、他のユーザーとのインターネット通信やすれ違い通信を制限することができます。保護者による使用制限の設定方法は、本体の取扱説明書をお読みください。インターネット設定については、Nintendo 3DS 本体の取扱説明書をお読みください。インターネット通信を利用したサービスは、発売から期間が経過すると終了する場合があります。ってあって。まあ、とりあえず本体の説明書見ろよという説明がありました。はい。で、ゲームカードは、白地ね。これパッケージとは全く真逆で白地なのね。これはあれ、こっちの方がなんか、スクエニっていうか、スクエアっぽいよね。白地にブレイブリーデフォルトのロゴがあって。でも、ここもね、フライングフェアリーについては特に触れることもなく。はい。コードが LNA CTR AFFJ JPN ですね。で、クラブニンテンドーのポイントカードは、CNA CTR AFFJ JPN のコードで、ポイント登録有効期限が2014年10月31日まで。で、スクエアエニックスポイントカードは、SCP CTR AFFJ JPN で、ポイントのね、登録有効期限は、まあ、サイト見ろってやつですね。はい。ということで、先ほどの AR カードの説明どこって言うと、まあ、電子マニュアル見ろってことなんですよね。相当意味深な感じがします。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても新品をどうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。